さあ今日はですねこちら行ってきました。東京ミステリーサーカス新宿歌舞伎町にありますけれども、ここでですね新しく最近できましたビートタワーというアトラクション、謎解きゲームとリズムゲームを合わせたというようなものになってます。はい、ちょっとそちらの方はね見ていきたいなと思うわけなんですけれども、こちらまあネタバレになってますのでお気をつけください。ちなみにこちら撮影は10回まで OK ということになっております。このように投稿することも可能ということですね。さあ始まりました。なんかリズムに乗ってボタンを押してますけれども、このおじさんは、ね、最初から当ての外れたことやってますね。赤いボタンを押さなきゃいけないのに、なんかどっか押しときゃいいだろうみたいな、そんな感じでやってました。でもリズム乗り始めたらねこんな感じで楽しくやってます、この先大変なことになるのにね。さあまずはこうね、このゲームがこういうもんですよと、だいたいこの部屋にはその 120bpm の音が流れてるよと、これをメインにしてこうやってリズムに乗りながらやってます。でクリアしますとこの部屋、まあ、階段っていう設定なんですね、このドアの中は。でドアを通っていくと次の階に移動するよというようになってます。さあ2階ですね、こちらはなんかボタンを押すんですけども、この人途中までやっぱりね赤いボタンに気づいてなかったんですね。はい、どんどんこれはボタンが移動してるんですね、ランプが移動してるんです。ボタンはこの部屋に8個あります、この丸いボタンがね。あーなんか変顔をして面白いよみたいな感じにしてますね。もう慣れちゃえばもうこっちのもんです。この赤いランプは時計回りにくるくる回ってるよということが分かればもう押すだけですから、もうこれでクリアと、余裕ぶっこいてますね。さあ続いて3階です。3階はこの画面を見て、あなんかこういう風にするんだろうなというのを一瞬で把握できたんですよ。でもこれねボタンの位置が実はこれ左右対称じゃないんです。今ボタンじゃないところを押しましたね。ダメです、これボタンがあるところじゃないといけないので、この下半分はちょっと要注意だぞというような感じですね。こんな感じでこう持ち前の運動神経で楽しく動いております。あ楽しい楽しい、いいですね、面白そうや、もう簡単にクリアと。ちなみにこちら制限時間15分間で最高50回まで、でも1回では絶対50回無理なんで、何回もコンティニューをしながら進んでいくことになります。さあ4階ですね、こちらはもうすぐ把握しまして、もうジャンプと言われた場所にジャンプをしてます。これはですねボタンだけじゃなくてセンサーもついてるんですって、なのでこういうのも把握できてますよということですね。はい、こちらは割と余裕を持ってクリアすることができました。さて5階、あなんかこういう感じなんだろうなっていうのをちょっと今把握してるところですよ。なんか赤いボタンと青いボタンがある、ちょっと今見えないところに赤いボタンがあるわけよ。で画面にはネズミがね出てるわけ、このネズミをまあ多分捕まえるんだろうなっていうことで出現した順番に押してます。だからリズム天国っぽいね。ここはまあ謎の要素はそんなにないから、まあこう押せばいいんだろうなっていうことを把握して次の回に進むことができました。6回です。これはまあリズムに乗ってボタンを押せばいいんだろうなっていうことを把握できたんですけれども、さっきもありましたね、これ左右対称じゃない部分があるんですよ。なのでちょっと焦ってしまった。じゃあ苦労するおじさんをご覧ください。
これダメですね。ここだいぶタイムロスになってますね。これ今思うと7か6か5だから、7だったら同じところ、6だったら1個前みたいな感じでやってるんですね。はい、7回です。これは緑色のボタンを押すということだなということを把握できます。で、画面にはトロだけ食べろと出てます。で、こんな感じで音声が出てるので、トロの部分だけやればいいわけです。ちょっと聞き逃してもね、まあ明らかにトロの写真っていうかね、絵がありますから、その時に押せばいいわけです。しかし途中からはこんな感じでですね、はい、なんか覆いかぶせられてる、隠されてる状態なんですね。だから多分これがトロなんだろうなって今感動してますよ。感動してますこれ。さてこっから問題が出まして、全員3枚かぶりのせ伸び押せとなってます。これね、複数人プレイの場合はボタンが複数出てるみたいなんです。今自分が1人プレイだからやってます。もう一瞬で3枚かぶりというのはサンマ、イカ、ブリであることを突き止めて、もうすぐ行ってきました。さーて9回ですね。これは何をするんだ、何をするんだ、何をするんだって言って、これはああそういうことかと、画面に出てくるボケに対してツッコミをするんだな、ツッコミに対応するボタンを押せばいいんだなっていうことをこれ把握していけました。さっきもありましたけれども、このビートタワーっていうのはただの音ゲーだけじゃないわけですよ。やっぱりこれリアルデスゲームとかをやっている東京ミステリーサーカスですから、謎解きの要素がね、さっきもお寿司のやつでありましたけれども、今やってますね。これ昨日一緒に神社に行ったらいつの間にか消えてて行方不明やったわっていうこと、これがどれなんだっていうことで、いくつかもボタンを押してみるんですけど、わかんねえんだよ。なんだこれ、ほらって言ってる、おじさんって言ってるわ。どういうこっちゃねえんだと。ちょ、ヒントは下に出てるんですけど、あ、今わかった、今わかったみたいです。そうなんですね。そう、消えてたっていうことは神隠しっていうことで、神かと串かの2つのボタンを交互に押さなきゃいけなかった。9回です。ハンバーガーを作ってくださいねということなので、ボタンを押すと、その押した時に出てきた具材を取り除くことができます。なのでハンバーガーを作りたければ、パンとハンバーグパティとパン以外を叩けばいいわけです。パンも叩いてしまいましたね。ダメですよ。そうです。さあもう一回ハンバーガーを作ってねっていうことですんで、今度は失敗なくやっていきましょう。月見バーガーどうですか。あーとレタス乗っちゃいましたね。ダメですね。次チーズバーガー、ハンバーグとチーズです。あとは取り除きます。チャンスですね。同じものがボンボン出てきましたね。はい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 、いいですね、いいですね。さあここですね、問題はなんか早く食べたいとかいう吹き出しで隠れちゃってんのよ。半ばぐらいまでしか見えない。じゃあ何を作ればいいんだろうちょっと分かんなかったんですけれど、さあ悩んでる悩んでる悩んでる悩んでいる。あ、気づきました、おじさん気づきましたね。これはハンバーガー系じゃない、ハンバーグだと。文字数のあの長さはハンバーグしかありえないということで、これで気づいた。ここで10回到達、無事 A クラスですか。
なったといったところでございました。おめでとうございます、おじさん。